まあ授業も通してだんだんとこの英語の情報が知識が増えてくると、ああ先生俺ちょっと英語楽しいから、そうするとなだんだん成績が伸びてくると、あれ俺やっぱり英語好きだったかも、ああいたいたいた英語嫌いと言ったくせしてな、あのななんと情報量が増える中で成績が伸びてくる中で大学で英語を専攻してしまった、ああそれどころかなあのな英語嫌いだったくせしてなんと英語の教師になっちゃったというやつもいるからな、ははこの俺だな、だからな結局好き嫌いなんかいい加減、情報量が増えてくるとみんなな手のひらを返したように、はあ先生俺英語好きなんだみたいな感じになっていくからな。